今回の、流れなんですけれども、3部構成で、進めていきたいと思っています。まず、一部としてですね、一般社団法人ウィズブラインドの紹介を簡単に、10分から15分程度でさせていただきたいと思っています。で、2部目としてですね、参加者の自己紹介という形でですね、皆さんから一言ずつ、所属であったりとか、今の状況であったりとかっていうことをお話しいただこうかなと思っています。で、最後、3部目でですね、ディスカッションということでですね、3つテーマを設けてですね、それぞれのテーマについて10分ずつぐらいですね、皆さんでワイワイと気軽に話していただく場を作ろうと思っています。この3部目はですね、ブレイクアウトルームっていうのを作ってですね、グループ、今の人数にもよるとは思うんですけれども、3グループほど作成しまして、3、4名のグループに分かれてですね、ディスカッションをする予定で考えています。そういった形で3部で進めていきたいと思います。で、まずは一般社団法人ウィズブラインドの簡単なご紹介から、始めたいと思います。皆さんはもう一般社団法人ウィズブラインドのことはなんとなくご存知かなと思っているのでですね、簡単に説明はしたいと思っています。まずは活動の軸なんですけれども、私たちは2020年から活動を開始して、最初は任意団体だったんですけれども、2022年にですね、法人化しまして、一般社団法人という非営利組織で運営しています。ビジョンとしてはですね、誰もが主体的に経済と社会に参加できる世の中を作るということを目的にしていましてですね、これはですね、誰もがですね、主体的に参加したいと思ったらですね、その経済、つまり買い物をしたりとか、自分で仕事をしたりとかっていうことができるような世の中であってほしいし、コミュニティに参加したりとかですね、ヨガ活動も気軽に自分が望めばできる世の中であってほしいっていう願いからこういう目標を立ててですね、この目標に向かって私たちの団体が何ができるかっていうことを考えて今までやってきたという形になっています。で、視覚障害者はもう皆さんご存知の通りですね、いろいろな課題がありまして、視覚障害の理解っていうのがまだまだ世の中的には進んでいないんじゃないかっていう問題意識をウィズブライドでは持っています。で、二つ目の問題意識としてあるのがですね、視覚障害者が使えるツールがそもそも少ないんじゃないかということを二つ目の問題意識と持っていまして、で、三つ目が、視覚障害の、ある方々の能力開発っていうところにもまだまだ課題があるんじゃないかっていうふうに私たちは考えています。ですので、私たちの活動を通じて、この3つの課題をどうにか解決してですね、誰もが参加できるような世の中にしていこうというふうに考えています。で、役員も含めて、みんなはですね、ボランティアでやっていますので、本業がある中で、できる範囲で活動は進めているという状況になっています。で、活動の柱について3つお伝えしたいと思っています。先ほど、20時ぐらいから参加いただいている方はですね、もしかしたら動画でお聞きになったかもしれないんですけれども、簡単にご紹介しますと、ウィズブラインドは3つの柱があって、1つ目が B ログのアプリの開発を行っています。この B ログのアプリについては後ほど説明しますが、簡単に言うとですね、世の中にある商品とかですね、アプリケーション、iPhone とかで使えるものですね、についてとかですね、場所ですね、レストランとか、施設とか、駅とか、その他いろいろなんですけれど、その場所について、あとですね、その他サービスといってですね、形にはないサービスを対象として、それぞれでレビューができるようにしたアプリを開発しています。これについては後ほどご紹介します。で、二つ目の柱としてやっているのがですね、ブログでの情報発信ということで、視覚障害にまつわるですね、いろいろをですね、ブログで発信しています。で、これは視覚障害者当事者の視点だけじゃなくって、周りにいる、仲間であったりとか、支援者の立場からの、発信っていうのも、行っているという状況です。で、三つ目がですね、オンラインスクール事業の運営ということをやっています。オンラインスクール事業についてはですね、今回は簡単になんですがご紹介すると、2月から本格的に
オンラインスクールとして始めたというところになりまして、対象としてはですね、未就学児も対象として、かつ、上は、まあ、何歳でも学びたいと思った人に、対象を広げているというところでして、で、もっと詳しく言うと、視覚に障害がある人をメインターゲットにしています。まあ、その理由としてはですね、私もそうなんですが、周りにいる視覚障害がある、人間たちがですね、なかなか塾に、気軽に行ける環境ではなかったりとか、まあ、習い事をしたかったとしても、断られるような現状があるということでしたので、だったら、まあ、ウィズブラインドでスクールを立ち上げて、かつ当事者が教えるっていうことをメインにすればですね、当事者にとっても、職業、まあ、開発の一つの機会にはなりますし、学ぶ側にとってもですね、ロールモデルがいますので、それに向けてどういうふうに学んでいけばっていういいのかっていうことも、すぐ分かるようになっていますので、まあ、そういったメリットでですね、オンラインスクールを運営しています。今日はですね、オンラインスクールの講師も、務めてくれています森井さんにもですね、お越しいただいたので、森井さんからもですね、一言ですね、オンラインスクールの魅力であったりとかですね、講師としてやっている中でこんな授業をやっているよということをですね、お話しいただこうかなと思っていますので、森井さんもしよければマイクをオンにしてですね、お話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、森井です。声は大丈夫でしょうか。はい、聞こえています。はい、改めまして、森井慎吾と申します。私は、国宗さんのオンラインスクールの初動から参加させて、講師として参加させていただいてて、現在は、まあ、3名、まあ、ちょっと1人はあれだったんですが、の、受講者の方が来ていただいております。で、時間としては30分から1時間、週に1回、2回ぐらいで、担当科目としては、Python とか Web、HTML、CSS みたいなそういう、まあ、プログラミング全般のコマが、お二人と、中学生の男の子の、数学の授業の方を、担当させていただいています。で、私自身がもともと、教員免許を持っていて、教育に携わりたいと思っていたりとか、その後、情報工学系の学部を出て、工学系な知識があると。で、現在は、情報通信系の会社の、研究部隊の方におりますので、そういったところが明るいというところで、受講者の方々には、本当に簡単な、初学のところから、まあ、本当に私が普段開発をしているような、一線の現場で使われているような開発のお話ですとか、こういったところで使えるんだよっていうところを、肌感覚で持ってもらえるように、例えば音声で読み上げるとか、自分が操作をしたら画面とか音声が変わるっていうのを体験していただくということを、重視した内容をお話しさせていただいてます。で、私、このスクールがすごくいいなと思ったのは、先ほど国宗さんの冒頭のお話にもつながるんですけど、視覚障害、我々も視覚障害を持ってると、何か例えば、まあ、今オンラインスクールなんで勉強に限定すると、例えばプログラムやってみたいなとか、こういうことを新しく勉強したいなと思っても、まず、じゃあ音声ソフトや画面拡大で読めるホームページから探して、あったと思ったら、についてのようになりますっていう肝心なところを読まないとか、書籍も言わずもがなですし、それから塾や誰かに見える人に習おうと思っても、いやー、マウスの操作しかできないんですよ。いや、音声ではわかりませんっていうふうに、やりたいと思ってもできないっていうことが、私自身も、まあ私はもう40なんで、自分が学生の頃は今よりも IT はなかったですけど、多分今でも同じような状態じゃないかなと思っていて、そういった人たちの背中をドーンと押してくれるのが、この国宗さんたちがやっておられるオンラインスクールであり、そういったことを背中を押すお手伝いできるのが我々、講師陣じゃないかなと思って、私は授業をさせていただいてます。たくさんいろんなそのコースがあって、私自身も面白いなと思っているので、
もし興味持たれた場合は、なんか無料で相談とかもできるらしいので、ちょっとでもいいなと思ったら、声掛けいただければいいんじゃないかなと思っております。私からは一旦以上です。はい、森さんありがとうございます。先日ですね、NHK ラジオでもですね、オンラインスクールは取り上げてもらってですね、森さんにも出演いただいたりとか、森さんの生徒さんにも出演いただいたりっていうこともあるので、ホームページでもその様子も紹介していますので、よければご覧ください。じゃあ、オンラインスクールのご紹介は以上と したいと思っています。3つの柱、整理しますと、1つ目が B ログの開発。で、2つ目が、ブログでの情報発信。で、3つ目がオンラインスクール事業の運営ということをやっています。で、今ですね、もう一つ、柱を作ろうと思っていまして、ま、いろんな業者から、視覚障害当事者の立場からの、モニターをやってくれないかっていう依頼が、多く来ているんですね。それは、報酬をもらってですね、視覚障害当事者がですね、例えば音声ガイドのモニターをしたりとかっていうことを、仕事としてやってくれないかっていうことの依頼を受けていたりしますので、そういった授業もですね、拡大してですね、視覚障害がある人たちの、まあ、環境をもっともっと良くしていきたいなというふうに考えているところです。じゃあ、今後はですね、B ログの、アプリの話に移っていきたいと思いますので、ウィズブラインドの団体の紹介は以上としたいと思います。では、残りですね、今、20時18分なので、あと12分ほどでですね、B ログの簡単な説明をしたいと思っています。B ログアプリって皆さんもしかしたら聞いたことがある方もいらっしゃればない方もいらっしゃると思うので、基礎的なところからご紹介したいと思います。B ログアプリと言っているんですけれども、Apple Store とかでダウンロードできるようなアプリではなくって、実はそのブラウザー上で動くアプリというふうになっています。ですので、パソコンであったりとか、スマートフォンであったりとか、あとはですね、ブレールセンスでもアクセスはできますので、B ログという、検索を打っていただければ、すぐ Google でヒットするようになっていて、中身も使えるようになっています。じゃあ、B ログの中身ってどんなのなのっていう話を簡単にするとですね、B ログは、視覚障害、に必要な情報を見える化したアプリというふうに私たちは説明しています。つまり世の中的にはですね、視覚障害に特化したレビューがあったりとか、商品説明があったりとか、場所の説明があったりとかっていうのはほとんどないのかなというふうに私たちは感じていて、でもそれだとめちゃめちゃ困るなと思ったので、じゃあ視覚障害に関する有益な情報を集めて集約化してですね、見える化すればいいんじゃないかっていうことで B ログアプリを作りました。で、これまでの課題として先ほども説明した通り、今まではですね、例えば視覚障害がある友人たちの間であったりとか、特定のコミュニティであったりとかっていう中でですね、例えば便利なアプリであったりとか、視覚障害に優しくしてくれるようなレストランであったりっていう情報であったりっていうのは、情報のやり取りがあったのかもしれないんですけれども、それってやっぱり視覚障害のコミュニティに入っていないとわからないような情報であったのかなというふうに感じています。私たちはそこに課題を感じていて、例えば、途中で見えなくなった人が、視覚障害の割合としても多いんですけれども、その方々にとってはそのコミュニティにもなかなか入りにくいですし、その情報にアクセスすることもなかなかできないと。そうすると、やっぱり視覚障害の固有の問題って解決できないんじゃないかっていう問題意識がありましたので、やっぱり誰もが使えるようなインターネット上にその情報が集約されて、いつでも検索できますし、誰でも投稿できるようなプラットフォームを作らなきゃいけないなっていうことで、B ログアプリを作ったっていう経緯にあります。では、B ログアプリはどんな特徴があるのかっていうところを簡単に お話ししたいと思います。5つの特徴があって、最初の3つはですね、会員登録をしなくてもですね、誰でも使えるようになっています。会員登録って言っても無料で会員登録もできまして、すべて利用も閲覧も無料にはなっていますので、誰でも使えるような環境で用意しています。まず一つ目の特徴ですね。レビュー機能があるというところですね。
レビュー機能はどんなレビューができるかというと、先ほどからご説明している通りですね、4つありまして、1つがアプリケーション、でもう1つが場所、でもう1つが商品ですね、あとその他サービスについてレビューができるようになっています。で、このアプリのすごいところっていうのは、アップストアと連携していますので、検索したらアップストアのデータベースからですね、アプリの情報を取ってきますので、皆さんでアプリケーション名以外の情報を入れていただく必要はないです。レビューをすれば、そのアプリケーションの情報が連携されるので、そのレビューを見たいと思った人はすぐにそのアップストアにもアクセスできますし、タイトルもきちんとしたタイトルのアプリ名が 出たりとか場所名が出たりするようになっています。場所については Google マップと連携しているので、Google マップのデータベースから検索ワードにヒットするような情報が出てくるので、タイトルを間違えたりとかっていうことが起こりにくくなっている仕組みになっています。で、商品については視覚障害者の中でも多く皆さんが使っていらっしゃるというふうに聞いたので、Amazon を連携対象としています。ですので、Amazon のデータベースにある商品については、B ログ内で検索できて、レビューができて、かつそれを閲覧できて、またいろんなことに使えるようになっています。で、その他のサービスについては、連携する対象がないので、自分たちで名称を入れてもらったり、URL を入れてもらったりっていうする必要があります。例えば、このサイトは便利なサイト、ウェブサイトだなって思ったときに、その他のサービスを選んでレビューすることができるというようになっています。はい。レビュー機能については、以上です。で、2つ目、質問、Q&A ができるっていう機能も備えています。皆さん、やっぱり、このアプリを使っていたりとか、この場所に行ったりして、疑問に思ったことって多くあるんじゃないかなと思うんです。例えば、旅行に行こうと考えていますと。大阪に行って、大阪市の、いいレストランを予約しようと思っているけれども、果たしてそれは視覚障害者だけで行って、サービスをきちんと気持ちよく受けられるものなのかっていうところが気になったりすることもあるんじゃないかなと思っているんですね。で、そうしたときに、場所っていうところを選んで、その行きたいレストランを選んで、質問っていうところを選んで、このレストランに行かれた方はいらっしゃいますかと、いらっしゃれば、どんな接客があったのか、もしよければレビューしてもらえませんかっていうような質問ができるようになっています。また、その質問に対しても、答えてもらう、仕組みもあって、それは会員登録をしなくても答えることができるようになっています。ですので、こういった質問機能をうまく使いながらですね、自分の、目的を達成するっていうことに、重点を置いてですね、使っていただければなというふうに思っています。で、3つ目の特徴です。これが、一番、目玉なんですけれども、検索機能ですね。アプリや場所、商品について、詳細の検索が行うことができるということです。先ほどもお伝えした通りですね、App Store とか Amazon とか Google マップと連携しているので、世の中にあるほとんどのアプリ、場所、商品について検索することができます。で、場所についてもですね、一覧で表示されてですね、その一覧を音声で読み上げることの、できるようにですね、機能も改善していますので、簡単に検索機能を使ってですね、目的のところを検索することができるようになっています。じゃあ、実際にですね、どういった画面構成になっているのかっていうのを、動画で見てもらおうと思うので、もしよければ、品川さん、今から動画を流していただいてもよろしいですか。ご覧いただきありがとうございます。一般社団法人イズブラインドです。この動画では、私たちが提供している B ログアプリの操作方法や画面構成について説明しています。はじめに、B ログの画面構成について説明します。B ログの画面は4つあります。まず、画面下部の一番左のタグがホームです。ホームでは、レビューされたサービスを閲覧することができます。そして、画面下部の左から2番目のタグは、新規追加です。新規追加は、新しくレビューをするときに使います。画面下部の左から3番目のタグは、お知らせです。お知らせは、
さまざまな最新情報を確認するときに使います。そして最後のタグ、画面下部の右端にあるタグはメニューです。メニューはユーザー情報の閲覧や変更ができます。これらのタグにはショートカットキーが割り当てられています。ホームにはオルトキーと数字の1を同時に押すことで移動できます。新規追加にはオルトキーと数字の2、お知らせにはオルトキーと数字の3、そしてメニューにはオルトキーと数字の4を同時に押すことで移動できます。 Windows のパソコンで Vlog を使うときはショートカットキーが便利。はい、ありがとうございます。今回画面構成として4つの画面を紹介しました。皆さんの中で多く使うのは最初の2つかなと思っているので、最初の2つについて重点的に説明したいと思います。まずはそのホーム画面についてです。ホーム画面についてはですね、大きく分けて3段階の構成になっていて、一番上、真ん中、一番下というふうになっています。一番下のことを我々はフッターと呼んでいまして、フッターには先ほど動画で説明したですね、4つのタグがついていまして、左からホーム、新規、お知らせ、メニューというふうになっています。で、今回はホーム画面の説明ですので、ホームを押した状態での説明をしたいと思います。で、3段階に分かれているという話をしましたが、一番上の1段階目の状況なんですけれども、ここには3つボタンがあります。左からですね、会員登録、それからお気に入り、それからカスタマイズっていうボタンがあります。お気に入りについては後で説明するんですけれども、カスタマイズについて皆さんに知ってもらいたいなと思っています。レビューについて、すでにレビューされているものについてですね、カテゴリーであったりとかキーワードであったりとかっていうことで検索することができるのがカスタマイズというボタンの機能です。カスタマイズを押してですね、自分の閲覧したいカテゴリーをチェックボックスで選んでですね、反映っていうのが一番下の方にボタンがありますので、そこを押すとですね、自分が見たいカテゴリーだけに絞り込んでレビューが見れるようになっています。そういった機能があるのがカスタマイズというボタンです。で、一番上の画面についてはもう一つ重要なものがあって、検索キーワードを入れる欄があります。これは自分の好きなキーワードを入れて、例えば、何でしょうね、扇風機であったりとかですね、何でもいいんですが、そういったワードを入れれば、すでにレビューされているものの中から扇風機というワードに引っかかるものを検索して一覧で表示するという機能になっています。はい。で、真ん中の段落のところについて簡単に説明します。真ん中の段落のところについてはですね、レビューした商品がカードごとに20件表示されています。カードというのは1商品1カードというカテゴリー単位になっていまして、カードの中には商品名であったりとか、お気に入りボタンであったりとか、あとはレビューするボタンであったりっていうのが備わっているようになっています。で、真ん中の画面を含めて移動することが、どうやったら音声読み上げソフトで移動できるかって話なんですけれども、一番お勧めしたいのはスクリーンリーダー、 Windows であればですね、AB の B ボタンを押してですね、ボタンごとの移動がおすすめです。というのは Vlog のアプリはですね、全部ボタンタグになっていますので、ボタンでこう移動することが一番早く手っ取り早く移動できる方法じゃないかなと思っているので、そういったことで4回ぐらい押せば次のカードに移動できますので、そういった形で商品を随時探していくってことができるようになっています。で、一番下の画面構成について先ほど説明したので省略したいと思います。で、画面構成についてはホーム画面については以上になります。で、新規登録の画面構成について説明しようと思ったんですけど、ちょっと時間の関係で今回は端折りたいと思うんですが、新規登録のところは何が主だった機能かっていうところだけ簡単に説明するとですね、先ほど4個のジャンルについてレビューができるっていうことを説明しました。アプリと場所と商品とその他サービスで、それらについてですね、新規登録でレビューができるようにするためのボタンです。
なので、新規登録を押していただいて、画面を表示させることによってですね、自分のレビューしたい商品を検索して、でレビュー画面に進むっていうことができるような画面構成になっています。で、画面構成については以上ですので、Blog の5つの機能の話に戻っていきたいと思います。残り2つ、お気に入り機能と通知機能について簡単に説明します。この2つの機能は会員登録をしていないとできない機能にはなっています。まずは、お気に入り登録について簡単に説明しますと、これは、この商品とか、この場所とかですね、自分の中でお気に入りっていうのを登録することができまして、レビューしない限り自分の中でのお気に入りとしてですね、フォルダの中に保存することができるようになります。ですので、先ほど、ホーム画面の画面構成で1、2、3段階あるっていうことを説明したうちの1番目の上のタグの方にあるんですけれど、お気に入りボタンを押していただくと自分のお気に入り入れた商品であったり場所であったりとか、そういったものが見れるようになっています。じゃあ、このお気に入り入れる方法なんですけれども、これも簡単でして、ホーム画面で、レビューされた商品が一覧で表示されていると思うんですけれども、そこの中にお気に入り登録っていうボタンが各カードに備わっていますので、そこを押していただければ簡単にお気に入り登録することができます。お気に入り登録すると、今度この商品を買いたいなとか、今度この商品についてレビューしたいなとか、この商品についての通知を受け取りたいなと思った時に、通知も受け取れるし、お気に入りに入れてればすぐ自分でも見返すことができるっていった機能になっています。最後ですね、通知機能についてお話ししたいと思います。通知機能は何なのかというと、自分がレビューした商品について新たなレビューがあったときとかですね、新しい Q&A が追加されたときとかにメールで通知を受け取れる機能になっています。また、自分のレビューについてですね、ありがとうボタンを押してもらったりとか、参考になったっていうボタンを押してもらえれば、その通知が受け取れるようになっています。通知をすることによってですね、自分だけじゃなくて、他の人がどのようにそのアプリであったり、場所であったりとか、商品を使っているのか、利用しているのかってことも把握できてですね、いいなっていうところもありますし、Q&A でですね、質問されたときに自分が知っている情報ならすぐ回答することもできますので、便利に使っていただきたいなと思っています。会員機能についてもちょっと動画を用意していますので、ぜひ見ていただこうと思っていますので、流していただいてもよろしいですか。ご覧いただきありがとうございます。一般社団法人ウィズブラインドです。この動画では、私たちが提供している Blog アプリの操作方法や画面構成について説明しています。 Blog は会員登録をすることでより便利に使うことができます。登録は無料です。会員になるといつでも最新情報が受け取れます。またこれまでレビューしたサービスの最新情報も逃しません。ありがとうボタンや参考になったボタンを押されたことを通知で受け取ったり、ボタンを押された回数がプロフィールページで確認できるのも特徴です。登録はとても簡単です。画面上部に表示されている登録リンクから行うか、画面下部の一番右のメニューを押して会員登録に進む方法があります。登録はメールアドレスとパスワードを設定して行う方法と、 Google か Twitter のアカウントと連携して登録する方法があります。お好きな登録方法をお選びください。登録で入力する必須情報はあなたの属性、年代、そしてニックネームです。その他の情報は任意入力ですが、いずれもレビューを見る人の参考になる情報です。支障のない範囲で入力してください。なお、個人が特定できる情報や他人の誹謗中傷になる情報の入力はお控えください。登録情報が入力できたら登録するボタンを押して使い始めましょう。はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、Blog の注意点だけお話しするとですね、
Vlog がですね、時々使えないっていうようなお問い合わせをいただくんですね。あ、それはブラウザー上でうまく表示されないとか、音声読み上げソフトでうまく操作できないっていうような問い合わせなんですけれども、そういった時にぜひやってもらいたいことが2つあります。1つ目はですね、ファンクションの 5のキーを押していただくということですね。それで画面を一度更新していただくとなる場合があります。もう1つです。別の方法として、先ほど一番下のタグが4つあるっていうことをお話ししましたが、一番右下のメニュータグを押していただくと、アプリの更新っていうボタンが右上の方にあります。それを一度押していただくとですね、アプリが更新されて、あるいはリセットされてですね、綺麗な状態になりまして、別にログアウトされるものではないので、気軽に押していただければいいんですけれども、それを押していただくことで、改善することがありますので、ぜひこの2つをですね、試していただければなと思っています。Vlog についてはですね、私たちが2021年からですね、1年間かけて、夜を返上してですね、開発したアプリになりますので、皆さんの中で便利に使っていただいてですね、かつですね、自分のレビューも蓄積いただけたら、いいかなと思っていますので、ぜひ活用してみてください。では、Vlog の話は以上です。で、今後、第2部に早速移っていきたいと思います。第2部はですね、先ほど冒頭で説明した通りですね、自己紹介をしていただこうと思っています。自己紹介の際にですね、こちらからですね、お名前とですね、グループをお伝えしたいと思いますので、そのグループの、チーム名を覚えておいていただけたらなと思うのとですね、自分と同じチームにどんな方がいるのかなっていうのを自己紹介の中で聞いていただけたらなというふうに思っています。で、グループリーダーっていうのもこちらでですね、勝手に選ばせてもらっていまして、そのグループリーダーの方にはですね、各テーマが終わった後にこういう話題で話があったよっていうことをですね、お話しいただきたいなというふうに思っています。で、そういった形でですね、こちらから紹介させていただいて、自己紹介では何を話してもらいたいかっていうことなんですが、自己紹介1人10分とか設けるわけにはいかないので、1人30秒ほどで簡単に話していただきたいなというふうに思っていまして、まずお名前と、所属があれば所属ですし、なければ別にお話しいただかなくても大丈夫で、あとは今回の座談会に期待することとかですね、何を求めてきたのかってことを簡単にお話しいただけたらなというふうに思っています。で、今回ちょっと人数が少ないので、もしかしたらグループが2つ、もしくは1つになる可能性がありますので、そういったことも含めてですね、人数を踏まえて考えていきたいと思いますので、まずは自己紹介からお願いできればと思います。じゃあ、土永さん、名前をお伝えいただいてもよろしいですかね。本日はですね、土曜日の夜というお忙しい時間に皆さん集まっていただいて、本当にありがとうございました。で、私もその本業がある中で、ウィズブラインドの活動、どこまでできるのかなっていうのと、あと、子育てとか、家族がいる中でどうしていっていいものかなっていうのを日々悩みながら、活動はしていまして、でも、今後、視覚障害者のためになるならっていうことで、ずっと活動はしているところではあって、なので皆さんの、こういった生の声を聞ける機会っていうのは、私の中ではすごい貴重だし、とても嬉しい機会だなっていうふうに感じています。で、今回 Vlog の話を中心にさせてもらったんですけれども、もっともっと皆さんの生活とかで、使っているものとかですね、皆さんのお持ちのスキルとか能力についてもお話しいただく機会があってもいいんじゃないかなっていうふうなことを今日感じました。それはやっぱり、視覚障害者の方々の中にも、私と違って優秀な方がたくさんいらっしゃるので、そういった方々のスキルとか、ロールモデルを皆さんに紹介することで、もっともっと皆さんが、より目標に近づくことができるんじゃないかなっていうところを感じたところです。ですので、引き続きですね、座談会という形でですね、また、ウィズブラインドで開催したいと思いますので、その時にはですね、ぜひ、予定を調整いただけたらな、というふうに思っています。本日は皆さん、お忙しいところ参加いただいて、本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。